こんにちは、速稼塾の久保です。キャンプファイヤー、山ごもり、そのキーワードでね、まあ、お話しいただいたんですけども、あの自然に触れるってよく言いますけども、いや自然に触れるって言ってもね、結局キャンプ場とか人間の安全圏、要するに人が切り開いた範囲の中で疑似自然ですかね、そこに入ってるだけなんで、まあ、十分人工物だと思うんですよ。でキャンプファイヤーも人工物、うん、で、まあ自らがねそこに足を踏み入れていく、近くには駐車場もあるでしょうしね。いや全くだから、あの自然に触れるっていうテーマで考えると触れてないだろうとは思うんですよね。街中でもあんまり変わらないみたいな、うん、だから気持ちの持ちようじゃないですかね、そこはね。で前回その精神の断食ってお話しましたけども、結局外部からね何か影響を受けて自分の瞑想に入るのではなくて、内側からの瞑想なんで、はっきり言ってね、どこでもできるんですよ。あの普段と同じ暮らしでもできるんですよ。精神を断食するわけですから。で、まあ、実際私がその精神の断食をした時っていうのは10日間に及ぶ断食だったんですけどね。精神の断食はあのヒルトンホテルでやりましたからね。ヒルトンホテルだったんだけども、だけどもどっかラウンジに行くわけでもないですしね、あのきらびやかなロビーでホールでやるわけでもないですし、それこそ自室で布団の上でどこにいようともできるわけですよ。なんせその自分の精神と外部とのやり取りを遮断するわけですから、どこにいようとあんまり関係なくって、それこそね無人島に行ってやっても、うん、まあそれなりの外的効果は得れるんでしょうけども、そういうふうなね外部の要因に頼るものでも外部の要因に邪魔されるものでもない、完全なるこの、うん、まあ、肉体の内と外との境界線を作る作業ですからね、うん、そこに楽しみとか喜びとか安心とか恐怖っていうものがもうその一切の感情が入らないようにするのが瞑想ですから、感情が湧いてしまった時点で瞑想失敗なわけですよね。だからそう思うと24時間の瞑想ってのは非常に困難なんですよ。それこそね10秒もできるのかなって感じです、人は。でそのぐらい自分の精神をコントロールできてないのが、まあ自ら人間の姿なんでしょうね、うん、で自然の中で過ごすっていう、まあ、イメージだったと思うんですけども、全く自然じゃないんですよ。そう考えると地球上で自然の中にっていうのはもうなかなかないと思うんで、まあ、それこそねその気になって山ごもりっていうのはあると思いますけども、肝心なのは精神の断食ができるかどうか、自分の内と外との遮断ができるかっていうところにつきますんで、まあ、そう考えたら別にね実質でやってもいいわけなんですよ。山ごもりをしたっていうのも、結局私も山ごもりしたっつっても、あの人間の切り開いたね、でしかも山の名前もついていて国土地理院の地図にきちんと等高線がこうやってもう調べられて書かれているような、それこそね、うん、そんなんで山ごもりって言えるかみたいなところで山ごもりしてるわけなんですよ。だから気づいたんですよ。あ、ここに来て山ごもりって言っても自分がそう思ってるだけで、全く人間の街中のそれこそちょっと離れたところにね、もう1時間も行けば大型のショッピングモールがあるようなところで何が自然の中の山ごもりやみたいなね、意味がないっていうところに気づいたんで、どこでも瞑想ができるようになったっていう経緯はありますけどもね、うん、それこそ瞑想っていうのは何か活動をやっていたり考え事をしていたり読書をしていたりタイピングをしていたり、こうやってお話をしていても瞑想っていうのはそれとは別にできるわけですよ。精神っていうものと、それから今ねこうやって喋ったりとか見たりとかするその肉体っていうのを別々に動いて活かせるわけですから、うん、だから精神をこうね外部と遮断した状態でこうトークをしてるのかもしれないですね。無意識の意識っていうやつかなと思いますけども、ちょっと難しいですね、はい。まあ、ブレインバスターもこういうのねしっかりやっていくんですよ。だからその何ていうんですかね、まあ、10センチ先に人を配置してね、それこそもうこのぐらいの距離でお互いの意識を消すってことをやるんですよ。だからどちらか片方が離れた時にそれに気づかないとか、逆に瞑想しているところで自分の本当10センチぐらいの近くに手をかざされても顔を近づけられても全くわからないような状態とかね、まあ、そのぐらいまで外部の情報を遮断していくトレーニング、それがその時の瞑想ってやつでしたね。まあ、だからその例えばね、なんていうんですかね、バスの中でなんか向こうのやつが騒がしいとか全く気にならなくなるんですよ。映画館でせんべい食べてるやつがいる、まあ、気にならなくなるんですよね。だからなんかね、他者に興味がなくなるっていうところまで行きますね、こうなるとね、うん、そもそも他者が必要なのかなとか思ったりとかね、うん、
まあ、必要なんでしょうけどね、やっぱり人間ってのは社会的生き物ですから、一人で生きてるってことはないんですよね。どんなことにしても、食べ物にしても着るものにしても家にしても、過去から未来まで多くの方に関わる中で、その中のクロスポイントに自分がいるっていうだけですからね。だから個は全体であり、全体は個でありっていうことなのかなと思いますね。はい、ちょっとね伝わりにくかったかもしれませんけども、いかがだったでしょうか。山ごもりをしてもそれは街中にいるのと一緒、街中にいても山ごもりはできるというふうなね、ちょっと逆説的なトークになってしまいましたけどね。じゃあいってらっしゃい。